こんにちは、よちやのよっちゃんです。職場からお届けしております。取り急ぎ撮っております。ありちゃんの靴下が片足完成しました。ちらこんな感じで、はい、ネタバレしたくないので一瞬だけ映しました。はい、ありちゃんには届いてからのお楽しみにしてもらいたいので、こんな感じでできたよっていうのは証拠として今動画撮ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いで靴下が完成しましたので撮っておりまして、今2個目片足目のつま先を編んでます。もうめっちゃ可愛くって、インスタでね、ありちゃんだけストーリー非公開にしてます。今私のインスタのストーリーは今ありちゃん以外の人は見れるんですけど、ありちゃんは見れないようになっていて、でこの靴下のね、進行報告出来上がり具合をねストーリーで流してるんだけどね、めっちゃね、いろんな方からかわいいかわいいってかわいいって言ってもらえて、めっちゃね私も嬉しくて、絶対ありちゃんも喜んでもらえると思うので、楽しみにしていてください。本当にね可愛くって、もうね本当自画自賛なんだけど、めっちゃハードル上がってるけど、もうハードル上げてもらっても大丈夫なくらい、もう超可愛いから。でも可愛くって可愛くって、なんか興奮しちゃって、靴下見ながら可愛すぎーと思って興奮して眠れなくなっちゃってね、なんかこの前3時間睡眠で仕事行って、なんか体調悪って思って、今日はいっぱい寝ました。昨日の夜はいっぱい寝て7時間ぐらい寝れました。よかった、もう興奮しまくりでさ、可愛すぎて、でなんかどんどん編んでっちゃって、編んだら編んだだけ可愛い靴下が出来上がっていくじゃん。めっちゃさ、一人で大興奮しててさ、あーもうやばい、もう日が昇ってきてるなーと思って、朝になってきちゃってんじゃんと思って、やべえなーと思いながら寝ましたね。もう気持ち悪くなりながら仕事してた。マジでもうやばいよ私、なんかほんとね、毛糸に恋してるって感じ。もうこれは恋愛だね。ドキドキしちゃって胸が痛いの。なんか私、好きな人とか片思いの時とかも本当ね、もう胸が痛くて、その人のことが好きすぎて、なんかそういう感じでご飯食べれなくなったりしてたんですよ、昔ね、学生時代の時。もうその感覚が毛糸に蘇ってきちゃって、もうキュン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 しちゃってさ、もうご飯も食べなくていいやみたいな、ご飯食べないで編んでたいと思って、もうね本当にご飯も食べずにね、お風呂も全然最近使ってなくて、シャワーだけ5分くらいでお風呂速攻で出るみたいな、でも夜が明けるまで編むみたいな生活してたら、ちょっと体調悪くなりかけてましたので、気をつけなきゃ。可愛すぎてもね、ちょっと語りたい、話したいことたくさんあるんですけど、ちょっとネタバレになっちゃうから、終わったら、つかこれ終わって髪終わってありちゃんの手元に行ったら、たくさんちょっと語ろうと思います。ちょっとネタバレになっちゃうからさ、言えないのがもどかしいよ。2、4、5、6、7、8、9、10、あと2個。
そんな感じで、もう最近さ、本当みんなね、インスタとかで、てかさ、この前の動画のなんかコメントもめっちゃ超温かいコメントばっかり、本当に本当にありがとうございます。もう本当に感動感激感謝感激雨嵐って感じだよ、マジで。もうね、なんか私が楽しそうに編んでるのがなんか見ていて楽しいとかね、言ってくださって、本当にさ、ただニヤニヤしながら編んでるだけなんですけど、本当そうやって言ってもらえて嬉しいです。もう私は何か教えたりレクチャーすることはできないんですけど、こう喋りながら、おしゃべりが好きなので、もう喋ってこの可愛い毛糸、可愛い自分の手編みのグッズ、もう本当にそれ、毛糸への愛をただ喋るってことしかねできなくて、本当に申し訳ないつか、マジで本当需要ねえなと思うんですけど、 YouTube ってなんかレクチャー動画が、レクチャーを見るためにみんななんかね YouTube 見るじゃないですか。ご飯の作り方でも化粧の仕方とかでも、もうレクチャーが大事なんですよ、この動画にするってこと。私マジで一切レクチャーできませんので、今後もできませんが、ただ喋るだけですか。何か編み物のお供になってもらえると嬉しいです。そうだ、私とねアリちゃんがコラボしてお互いに靴下をね作り合うっていうのを見て、あのいつもね仲良くさせてもらっているねガジャさんがインスタで編み物、あ、靴下交換会、靴下交換サークルを立ち上げてくださいまして、もうすごい嬉しいんですけど、私も参加します。あ、インスタに投稿しなきゃ。でもちょっと次もう一人ちょっと早めに靴下を渡したい方がいるので、その方の靴下を編んで、編み終わってから参加しようかなと思って、なんか結構ゆったりね、あの期間を設けてその靴下交換会交換サークル、結構期間2ヶ月くらいの猶予があるので、靴下私は1週間あれば多分1足編み上げられるので、もうこれが終わって次渡したい人に靴下編んで、そんで靴下交換サークルの投稿をしようと思います。インスタで募集しているので、靴下交換サークル、あのインスタ、ガジャさんのインスタを見てください。ガジャさんのインスタも概要欄に載せとくし、ガジャさん YouTube もされてるので YouTube の URL も概要欄に貼っておきます。いいのかな、勝手に。ちょっと了解を得ないと。でもね、私とアリちゃんのこのやりとりで、そうやってなんかさ立ち上げてくれて嬉しいですけん、嬉しいんですよ本当に。いろんな方と靴下交換したいんだけど、私が作った靴下履いたらみんなマラソン大会出なきゃいけなくなったり、なんかスポーツしたくなっちゃうので気をつけてください。運動不足だなって感じてる人はどうぞもらってあげてください。
運動したくないなって人はもう手に持たない方がいいと思います。もう大変だから、友達にマラソン大会勧められちゃったりとかしちゃうからもうちょっとね、取り急ぎなんで、ゆっくりお話できないんですけど、ほんとさ、かわいい、とりあえずかわいい靴下が出来上がっちゃったっていう報告ですもうかわいすぎるから、みんなに早く見せたいんだけど、みんなってもうアリちゃん以外は、私のインスタフォローしてくださってる方は見れてるんですけどね、ストーリーで。ちょっと YouTube しかフォローしてないよとか、 YouTube で見てるんだよねって方は、すいません、ちょっとこれアリちゃんの元に届くまでは見れませんが、期待していてください超ハードル上げるけど、まあいいよね、だってもうこの糸自体が可愛いからさ、別にハードル上げても全然、もう糸が可愛いんで大丈夫です。もうね、靴下がちょっと編むのがね、楽しい、可愛いすぎて、まあタンクトップ全然進まねえから、タンクトップ早く進めないと、終わらせないと、そろそろ早く、もう7月になっちゃうんですけど、やばいんですけど、7月になったらマジで。もうね、次編みたいウェアももう決まったので、この前ね、編み物つながりでね、お友達になってくれたお友達と、お友達って言っていいですよね、お友達ですもん、だって、お友達になってくれたね、方々とね、LINE 電話しながらね、この前編み物してたんですけど、もうね、超かわいいね、作品ばっかりね、その方々作ってて、もう英文パターンとか、もうラベリーでかわいいのあったらね、パパパパパーって編めちゃうようなね、大先輩先輩大師匠、私はもうそういう大人の女性になりたいなって思う編み物友達さんがいて、その方々がね、なんだっけ、ラナンキュラスだっけなっていうセーター、かわいいし簡単だし、よっちゃん絶対編めるよって言ってくれて、いや本当かよって思ったけど、本当に言ってんのかよって思ったけど、でその言葉を鵜呑みにして、そのラナンキュラスのセーターラベリーで次の日速攻買って、毛糸もね、この前たくさんいただいたので、その毛糸で使って編もうってもう決心して、もうパターン印刷もして予習もしたので、でそのみどりさんっていう方の作品なんですけど、めっちゃ丁寧に書かれてたから、あ、ちょっともしかしたら私でもね編めるかもしれないなって思ったので、とりあえず早くタンクトップを編み上げて、そのラナンキュラスに行きたいと思います。で、分かんなかったらそのね、お友達が教えてくれるよ、教えてくれるから、心強いですよね。だからたくさんね、お世話になると思うんですけど、お世話になります。たくさんたくさんお世話に なりながら楽しんで編んで、秋にはね、ラナンキュラスたくさん着たいと思います。超楽しみ。それ考えるだけでさ、ワクワクしてさ、よだれが止まらないって感じ。
編みたい靴下もたくさんあるし、ちょっとお話ししたいこともたくさんあるんだけど、とりあえずはアリちゃんに届くまでは秘密。ラナンキュラス何の糸で編むかも考えて、あーもう楽しみで幸せがいっぱいっていう感じで、もう本当にね、寝ないで生活したいんだけど、ハートそんな感じで、もう日々ねウキウキランラン楽しんで編み物しております。ちょっと今日はもう仕事前で可愛い靴下が編み上がったので急遽撮りました。皆さんも良い1週間、今日月曜日だもんね、今日良い1週間をのスタートにしてください。私もこれからお仕事頑張ります。それではまたねー。